キチャンネル。こんにちは。さあ今日はヤクルト、はい、ね、崖っぷち選手のその結果報告、うん、はい、ね、ということで今最下位に沈んでますけども、うん、まあ、ちょっと今年は苦しかったね。そうですね、うん、まあ、怪我人もいっぱい出たっていうところもあるしね、はい、まあ、その中で崖っぷち選手、うん、ピッチャー奥川、奥川投手にしてたんだ。なんか叩かれてたで。え、何を、なんか手術とかって言うから。昔の手術って言ったことが、はい、許せない。あ、先生が言ったのに、うん、結構叩かれたんですか。そう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 、許せない。許せない、うん、でたまにその中に、はい、2割ぐらい、はい、俺言ってないのに、はい、俺が言ったってなって、はい、俺もそういうのちゃんと一時情報をちゃんとしようっていう、はい、もう俺言ってないでそんなこと、うん、俺らはどっちかというと、はい、知らんでそんな言うと怒られるっていう、そうそうそう、言っちゃってっていうのなのに、うん、2割ぐらいの人が俺が言ったことになってんねん。コメント欄だけ見て佐藤さんが言ったって思っちゃってる。マジやめてほしいよね。俺はそんなの、俺は頑張れって言ってるのに、はい、うん、俺だってプロスビでもちゃんと A の奥川俺いつでも極みにできるだけ持ってんだよ。それなのにこっちだね、ショーツなんとかにして、うん、してへんやん、頑張ったよ。まあね、うん、いやすごいです、これ、うん、いやでも今年はですよ、うんうん、3勝1敗、はい、今年戻ってきてね、うんうん、ねえ、6試合先発、はい、でももうおらへん、うん、どうなんだろうね、そのどこのコンディション不良なんだろうね、うん、もう1年間持たへんのかな。でもローテーションがめっちゃ緩いよ、10日に1回とかだもん、うん、はい、投げんの、投げ抹消的な感じの、うん、かなりゆとりあるローテーションの中で、うん、まあまあいいピッチングもねしてたけども、はい、ね、だって勝ってますからね。でも6試合だからさ、6月14日から来たわけよ、うん、ね、でそっから1失点、1失点、2失点、3失点で、ジャイアンツ戦は無失点で勝ち投手になって DeNA 戦3失点みたいな、はい、でも最長投げて6回か。そう、100球投げないからね、うんうん、だからまだリハビリ中やね、全体的には ね調整しながらっていう感じだったかな。だからでそれ調整しながらの中でまだコンディション不良になったら、うん、もう何がどうなんだろうね、うん、だからそこら辺がちょっと継続やな、うん、そうですね、分からないよね、はい、やっぱり佐々木朗希世代ちょっと分かりづらいよな、何がどうなのかね、正直、はい、どこがどうなんだよ、うん、無理したらできんの、できひんの、うん、無理したら怪我するからやめといてんの、うん、無理することなの、無理しないことなの、どうだみたいな、分からないよ、はい、ちょっと世代、まあ、全員が全員じゃないけどね、ちょっと、でもそれって上の判断なんじゃないんですか、うん、いやでも結局はさ、はい、本人が無理って言ったら無理や、はい、俺ら平成の判断ね、はい、平成の判断は、はい、うん、痛いか痛くないかじゃないの、はい、できるかできひんか。その2択なんですね、うんうん、痛くてもできたらできるやん、うん、で多少痛みが少なくてもいやこれはちょっとプレーにめっちゃ影響出る、うん、完璧なプレーができん、だから指先切ったとかね、あ、そしたら今度切り傷やけど、うん、投げるのがめっちゃ指かからへんから痛いから無理やとかって言ったらそんな大事じゃないじゃん、はい、だからピッチャーの豆とかもそうじゃん、うん、大事じゃないじゃん、豆が潰れたとかね、うん、でもできないじゃん、はい、だから痛いか痛くないかで言うと普段は全然痛くないと、うん、でもプレーしたら痛いし、うん、この最後のやつができないからできません、うん、は痛くないけどできないじゃんね、はい、まあ、できるかできないかだったらできないちょっとできませんで、ね、の判断だけど、うん、はい、今令和はどういう判断なんだろうね、痛いできないみたいな、できるけど、できるんだけど、ちょっと様子見とか。いや、それもできないじゃん。いや、できるんだけど、ちょっと安全をとって、こう、何のか念のため、ちょっと休みとか。保険めちゃくちゃかけとった。休み長すぎんだって。令和これじゃないですか。令和がそれなのかな。いや、わかんない。でも結構やっぱ感覚をしっかり開けて投げるとかするじゃないですか。それか周りが甘やかしすぎとか。できるって言っても無理、やらせませんみたいなのかな、うん、ちょっともうちょっと待っとけと、うん、ああ昔だと、うん、やめといたもんじゃいけるよお前、責任取れんのかよお前、休んでてっていう感じやね、はい、うん、昭和編成はね、はい、佐藤いけるか、でいきます、やめといたもんじゃ、はそう出えへんかってお前、レギュラー取られたらどうすんねん、責任取れんのかよ、俺がいけるって言ったらいけんねんっていうのが、そうですよね、うん、昭和編成、はい、周りが止めれないみたいな、はい、いけるって言ってんねんからいけんねんみたいな、結局責任は俺とんねんでって、はい、いける、俺がいけるって言ったらいけんねんっていうのがね、はい、だってそれ痛いか痛くないかって、うん、痛くなくさせる方法俺知ってんねん、はい、知ってる、え、アドレナリン、アドレナリンをグワーッて出して麻痺させちゃう、じゃあじゃあ痛いって言わなきゃいいねん、ああそういうこと、痛みって人第三者分かんないねん、はい、
だから痛くないって言ったら痛くないんだね、痛くても。そうです、分かんないですもん、人の痛み、うん、で、俺だって痛いけど痛くないって言って、うん、毎週膝の血、骨片、血液バジルの 30cc 毎日抜きに行ってみたいな、痛くないって言ったら痛くなりませんって言って、やってたけど、うん、ね、で周りが止めれないわけよ、はい、今とかだともう周りが止めちゃうのかな、うん、それが令和なのかな。あと佐野さんみたいにグイグイ、いや責任取れんのか行きます行きますって言っても そこまでって言えないんですよ多分。責任取れよみたいなのはレオはいけない。あ、それいけないんだ。そこまでいけない。あと病院の先生は距離近い可能性ありますよね。あー、なるほど。すぐ情報が流れてるから、うん、あいつはこういう状況やってるすぐ入っとう可能性ありますよね、うん、やっぱ守られてる可能性は高いですよね、うんうん、それが令和なのかな。まあ分かんないよこれはもう今ファンタジーの話だからお子さんの話してるわけじゃないから。そうなんです、ファンタジー、はい、そこらへんね、また変な情報流すのやめてな俺が言ってないからね、はい、っていうね、はい、ところだからちょっともうよく分かんないよね、うん、正直ね、どういう状況かね、うん、で続いて高橋圭司、はい、まあ、この前やっと勝ったけどね、うん、まあ、なかなかやな、4勝7敗なんかもう山あり谷ありやな、うん、いい時はいい、悪い時は悪いみたいな、うん、1ヶ月に1回いいピッチングするわ、うん、あと何気にいいピッチングした時にちょっと援護点なくてね、あ、その兼ね合いも悪かったから、まあ、4勝7敗、うん、まあ、6勝5敗ぐらいでもおかしくなかったかなっていう感じはあるけども、うん、はい、まあでも先発もいないしチャンスは与えてもらってるからね、うん、その中でもうどう結果残していくのか、まあ、残り試合も考えても今4勝だから、まあ、勝ちトントンぐらいまでにしたいね、はい、あの借金なしぐらいまでに、うん、ね、そうしないともう、まあ、でもヤクルトはさ、うん、左のドラフト候補が誰も出てけへんからな、うん、取った、ね、はい、人たちがね、うん、まあ、そこら辺まあチャンスあるからね、うん、まあ、ちょっと崖継続中だね、先発足りない中ですからね、うん、まだねチャンスはあるんじゃないですかね。で野手はね、はい、長岡投げよ、長岡コンビ、長岡ね、まあでもちょっと去年落としてたからね、はい、成績ね、今年はもう全然違うんじゃないですか。いやタイトル取るんちゃうかって言われてるからね、うん、最多安打とかね、うん、うん、そういった意味ではもう一気にね、だって、はい、今年もしダメだったらさ、うん、まあドラフトでまた内野行かれてる可能性あるからね、明治のね、うん、1位はないやろ、ピッチャーやろ、ヤクルトがピッチャーやろ、1位はないやろ、さすがに、うん、何でも何でも胸いかへんから、うん、胸に何でもいかへんから、はい、さすがにね、うん、まあでも今年はね2割9分クリーンだからね現状ね、はい、まあ、3割残せるから126安打最多だね、安打にも向けて、うん、ホームランも6本打ってパンチ力もあるしね、はい、もうベストナインは確定やろ、確定ですね、ちょっとね、ゴールデングラブはね、うん、広島に矢野さんっていうね、あ、もうすこぶるイメージがいい、そうですね、守備職人がいるからね、これはちょっとね、こっからショートは矢野にゴールデングラブ勝ちに行くの難しいぞ、これ小園並、あ、ちょっと菊池並の、はい、もうインパクト度あるからね、守備上手いっていう ね、うん、これちょっと難しいよな、矢野が怪我していなくならない限り、はい、これからの時代、矢野からゴールデングラブを奪うの、はい、相当やぞ、相当や、うん、まあね、ベストナインはいけるって、うん、まあ、長岡は22年ゴールデングラブ取ってるからね、うん、でもベストナインまだ取ったことないから、はい、でも今年はベストナイン確定じゃん、うん、ね、長岡ね、このままいけば、うん、だからもう崖どころかね、はい、まあ、昨年ね、あんまりだったっていうところで、うん、昨年が打率2割2分の7厘だからね、うん、そこから大きくジャンプアップしたよね、はい、ね、素晴らしい、レギュラーだけでしたもんね、レギュラーそのままでも危ないよっていう、素晴らしい頑張り、はい、でそれに伴ってね、同級生の竹岡、うん、ね、ちょっと出番減ったね、うん、正直ね、はい、68試合、まあ、やっぱ1割8分の7にもうちょっと打たなきゃいけないよね、でまたこれ宮本とかが打ってるしね、うん、野手ね、うん、あと右の赤羽だったりね、はい、増田だったりそこら辺も出てきてっていうのもあるしね、うん、まあでもそこら辺はまだまだね打てないけど、宮本の3はほら、だから俺使えや打つっつってんで、うん、みんなよく言うね、はい、ほら活躍するじゃないですか、トレードなんか出せませんよって言うけど、いやいや使わないんだったらって言ってるやろって、ね、うん、使ったらいい選手だから言ってるんだよ、そう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 、だから使ったら結果出すから言ってるから、うん、逆に言うといい目だったよね、あ、そうですね、うん、宮本の3割、宮本でも外野を守ってたもんね、そうですね、うん、まあいろんなところね、うん、守りながらっていうところもあるけども、はい、ね、頑張っていかないと、まあ、赤羽の骨折も痛かったね、いい感じで来てたのにね、うん、うん、でもそういったところに竹岡も負けていくからね、はい、やっぱこの打つので結果残していかないとね、はい、そういった意味ではまあね、うん、まあ、奥がよく分かんないっていうのと、高橋奎二はやっぱ終盤5部では終わりたい、勝ち負け ね、うん、ね、長岡もタイトルね、はい、崖っぷちからタイトル取る人も出てくるね、うん、そうですね、もう素晴らしい飛躍だね、うん、
そういった意味ではね、はい、まあ、今後ね、どうなるか終盤までね、見ていきましょう。はい。ね、はい。